こんにちは。隠居5年目速稼塾の久保でございます。皆さんはね、人の自慢話ってどう思います？私ね、自慢話を聞いても、嫉妬したりね、腹を立ったりとかしないんですよね。その人がする自慢話って、自分の人生ではこんなことをやったんだっていう風なね、本当に意志のあるストーリーだと思うんですよ。私はそれをね、最大限尊重したいと思いますし、あとね、人の自慢話にはすごく学ぶところがあるんですよね。でもそこに嫉妬心を、かぶせてしまうと、それが見えなくなっちゃうんですよ。という私もね、最初はね、人の成功を嫉妬してました。妬んでました。例えばね、堀江貴文さんとかが、もう毎日ね、女子アナと合コンして、ヒルズ族ってからね、ものすごくテレビに出て、自慢げにね、偉そうなこと言ってるのを見て、くっそー、あいつ俺と同い年なのにっていう気持ちがあったんですよ。あと、その他ね、しばらくして、そのネオヒルズみたいなのが出てきたんですよね。ヒルズ族の次のネオヒルズ族。で、みんなね、シャンパンガーッと、かき鳴らしたりとか、高級車に乗ったりとかね。すっごい自慢していたように見えたんですよね。与沢翼さんとかね。土屋博さんとかね。うわ、畜生、こんな風に、こっちが金で苦しんだのに、こんな余裕しやがって、と思いましたね。でもね、なんか、それからだんだん気持ちが変わっていったんですよ。自分に自慢できるような人生ってあったかなと。なかったんですよね、私40歳まで。俺はこれをやったぜ、みたいなのが何にもなかったんですよ。まあだから人のこと嫉妬してたのかなっていうふうに私は自分自身に思い直して、人の自慢を肯定的に受け入れたらどうなるかなっていうふうに思ったら、ものすごい学ぶところがあったんですよね。まあですんでね、今私の気持ちっていうのは、人が自慢をしたらね、ものすごくね、それでどうなったんですか、もっと詳しく教えてくれませんかっていうふうになっちゃうんですよ。前のめりです。ですんで、ほとんどの方は人の自慢話とか武勇伝が始まったら、また始まったよ、なんか腹立つなってなるのかもしれません。嫉妬するのかもしれませんし、なんかわからないね、怒りが込み上げてくるのかもしれませんけども、私は今そういう感覚がもうないんですよね。まあですんで、私の動画の中でもしかしたらね、私が自分の経験を話してるだけなのに、もしかしたら非常にね、自慢げに伝えてしまって、一部の方の反感をね、買ってるかもしれません。まあ、今回の動画っていうのは、そこについてちょっとお話したいなと思いまして作りました。本当にね、私も発言には気をつけないといけないなと思いながらも、まあだからといってね、自分の本心を隠して、人の気に入るような忖度発言ばっかりしても、全く意味がないと思いますんで、素直に話してるつもりです。ですんで、もしかしたら、一部の方の神経を逆なでしたりとかね、それからイラッとさせるかもしれませんけども、そういうつもりは毛頭ないということ。それだけをね、ご理解いただいて、今回の動画見ていただきたいと思います。では、よろしくお願いします。はい、こんにちは。隠居5年目、速稼塾の久保でございます。まあ、前回ね、コメントをいただいたこともあったり、あとメールでね、ちょっとお問い合わせというか、半分クレームみたいな言い方だったんですけども、まあ、お気持ちいただいたのは、私がね、たまに隠居5年目とかね、まあ、今は、自由な暮らしをしてますとか、一括で家を買いましたっていうのが、鼻につく方がいらっしゃったみたいで、まあ、いるとは思うんですけども、それは何、自慢で言ってるんですかっていうふうなコメントもね、柔らかくいただくことがあるんですよ。で、まあ、自慢と取られてもしょうがないんですけども、はっきり言って私はこれは自信に溢れた言葉でもあるんですよ。自分でもこんなことができましたっていうふうなね。本当に自分のことを振り返ってよくやったなぁと、皆さんのおかげもあるんだけども、本当によくやったなぁというふうに、まあ一種自慢なのかもしれませんけども、ただね、ちょっとこう、考え方を私はちょっと違うのかもしれませんけど、私は人の自慢が結構好きなんですよ。自慢っていうのはその人が一番誇るべき人生を表現したものなんで、私はね、誰かが自慢したら素直に感心して素直にそれに学びたいなっていつも思ってるんですよ。だから自慢に対して嫉妬するみたいな感情とか、怒りがね、湧き起こる感情ってのは私じゃなくって、もう自慢するから腹が立つっていうこともないんですよ。もっともっと聞いていたいし、どうしてそういうふうなね、いわゆる成功談が成り立つのかってことに非常に興味があって勉強になるなってことばっかりなんですよね。まあですんで私、抑えてはいるんですよ。結構ね。自分の話が自慢にならないようにしないといけないなと、反感を持つ人もいるよなっていうこともあるんで、なるべく自慢しないようにとは思うんですけども、やっぱりね、私がこの家を一括で買ったっていうのは、通常、その家のローンにみんな、多くの方は苦しめられるわけじゃないですか。で、それから私は解放されたっていうのは、これね、多分ね、一部の人には希望になると思うんですよ。で、私が10代の頃に持ってた希望っていうのは、とにかく有名大学に進学して、そこで就職したら、将来は安泰なんじゃないかなっていうふうな、その黄金ルートをね、私は10代の頃、昭和40年代の生まれですから、教わったんですよ。ですんで、そこから漏れないように、そこに
到達すれば人生は輝くんだっていうふうに希望を持ってました。もしくは独立して自分の会社を経営してそれをねものすごく儲けちゃうことで、儲かる会社作ったらいろんな人が集まってきたりとか、いい取引先ができたりとかしてね、それでお金もすごく使えるようになるんで、自分でビジネスで当てるか、有名大学行って大きな会社に入るかっていうのが私の希望だったんですよ。ですんで、大学自慢をする人って今でも好きなんですよね。だからといって私が自分の大学をで自慢することはないんですけども、少なくとも自分の行ってた大学がしょうもないとこだったっていう表現はしないようにします。いや、うち三流大学っすからって言ったら、今、現役でそこにいる方に申し訳ないし、そこを目指してらっしゃる方に申し訳ないんでね、とても私からは言えませんけども、今ではね、高学歴ニートみたいな方がいらっしゃって、必ずしも、いい大学を出たからって言って、その後の人生がね、保証されたもんでも約束されたもんでもないっていう現実になってまして、私はね、大学出たからどうこうってことはなかったな、それは希望じゃなかったなと思いますし、あと、ビジネスで一山当てるって言っても、それがまた至難の業でね、ビジネスで敗退する方が多数いらっしゃって、一説によると10年で9割の会社が潰れるって言われるぐらいなんですよね。で、私も10年以上の15年ぐらいの会社を経営していて、その表現をするだけでも鼻につく方いると思うんですけども、やっぱり私はね、自分なりに誇らしいと思ってるんですよ。で、私にはすごく身近な人もいます。身近な人を守る意味でも自分のビジネスや自分の会社とかね、それから家のローンがないってことは、身近な人を守ってるっていう気持ちがあるんですよね。で、あと肝心なのは、ちょっとこれはおこがましいんでね、言いにくいんですけども、人に夢を与えてるんじゃないかなと思うんですよ、希望をね。で、私がビジネスを志したのが40歳の時です。それまでは本当にね、しょうもない、商売ばっかりしてて、なかなかうまくいかなかったです。それはもう本当しょうもなかった、僕の力がなかったんでね。ただやっぱりその時に、ヒルズ族っていうのを見てね、希望を私は持ったんですよ。あ、インターネットを使った広告事業をすれば、こんなに大きな利益を手にすることができるんだ。こんなにあらりの高い業界があるんだってことで希望を持ったんですよ。で、そういう方がね、シャンパン開けたりとかタワーマンションに住んでるところを自慢してくれなかったら、フェラーリに乗ってることを自慢してくれなかったら、今の私はないんですよ。まあ、ですんでね、大いにお金を持った人は自慢してほしいし、それを表現してほしいし、どうやったら成功できたのか、どうやったら自分通りの人生が手に入ったかってことをもっともっとね、私は表現してもらいたいと思ってるぐらいなんですよ。このね、自分のことを表現したら、成功者が成功の表現したら叩かれるんで、表現しない人ばっかりで隠れてしまうんですよね。それはある意味賢い選択なのかもしれませんけども、打つ手がない私たちみたいなのにとってはね、私みたいな打つ手がない人間にとっては、自慢をしてくれる人がいるからこそ、あ、こっちの道に行ったらいいんだって気づけることでもあるんですよ。まあ、ですんでね、希望を奪わないでほしいなと思うんで、これからもね、成功者と言われている方、武勇伝を語りたい方、どんどんやってほしいと思います。私はそういう動画をクリックして見に行きます。で、気に入らない方はそういう動画を見に行かなければいいですし、意図せずクリックして再生した動画が自慢っぽくて腹が立ったらね、もう見に行かなくてもいいと思うんですよ。どの動画を見るかは、クリックした人の選択によりますんで、わざわざこいつ自慢げだなっていうのをもう一回見る必要はないですからね。まあ、そういった形の、今回放送になりますけども、ただやっぱり片っぽでは人を妬む気持ちがなくならないとかね、嫉妬しない人ってのは本当にいないんですよ。で、自分が苦しいのに、こいつなんかうまくいきやがってってのもあったりとか、逆にすごく成功されてる方でね、お前なんてまだ小物なのに吠えるな、みたいなことがいらっしゃるのもわかります。ですんで、私も表現は気をつけないといけないと思うんですけども、どうしても譲れないのが、私がね、40歳から始めた、この情報発信っていうものに対して、たった3年で1億円以上稼げたっていう事実は事実なんですよ。じゃ、その事実に対して、私はね、あなたもそうしましょうみたいなことはまでは言いませんけども、そういう可能性が私の人生に訪れた。しかもタイミングがその時は良かったのかもしれません。ただ本当に運が良かっただけなのかもしれないけども、でも他の働き方もいっぱいある中でね、私が選んだものに対しては、私が選んだそのアフィリエイト広告事業っていうのは、たった3年でたった1人で1億円以上作るようなインパクトがあったっていうのは、今でもやっぱり感謝してるし、大いに知らせたいことなんですよね。これは私がうまくいったからそう知らせたいっていうのもありますけども、他の人がうまくいってもやっぱ知らせたいですよ。あの人が広告業界で一発当てたから俺たちもやろうよみたいなことは言いたいですね。で、今回はたまたま自分がねうまくいったんでこういうふうな表現になってますけども、少なくとも皆さんをねイラつかせるつもりはないです。どちらかというと希望を抱いてね、自分でもブログやってみようかなとか、自分でもツイッターやってみようかな、自分も YouTube ちょっとやってみようかなっていうふうなきっかけになれば幸いかなと思うんですよ。で、あとはね、どういうふうにしたらそれが成功まで導けるか、借金を返したりとか、家を一括で買ったりとか、数億円という金額を
もう10年未満で稼げるのかっていうのは、それはそれぞれ信じる方についていけばいいと思うんですよね。で、私もね、はばかりながら自分の経験をお話しすることはできますけども、私じゃない人の成功法則までは見出せませんので、それはもう一人一人が考えていくことかなと思いますし、失敗を恐れない挑戦を繰り返すだけだと思うんですよ。で、私もね、麻雀店をやりながら、パソコンを買ってきてね、やったこともないようなインターネットのそのビジネス、ブログを書いたりとか、Facebook 更新したりとか、YouTube をやるわけですよ。Twitter のアカウント作ったりとか。それはこんなですからね。それは気が触れたんじゃないかと思われますよね。麻雀では勝つのに、インターネットの世界に飛び込んでいって勝てるわけないだろうみたいなね。今ではもう本当に、そういうバッシングも、ほとんどなくって、どちらかというと皆さんの意見が変わってきてね。あの時挑戦してよかったねって方の方が増えてますし、逆に今知り合った方っていうのは、私がね、ゼロから始めたことを、まあ、自慢げに語ることが、まあ、なんていうかね、気に入らないのかもしれませんけども、それはでもやっぱりね、私が最初から成功してて、さらなる成功を語ってるんだったら、それはね、腹が立つのもわかりますけども、何もないところからね、本当に1万6000円の、クロームブックを買ってきて、そこからブログの更新をしてるのは、本当当時一緒にいた広島の方見てますんでね。だからそこは、まあ認めてほしいとまで言わないですけども、本当に何もないところからでも、やり方によっては、今はね、情報革命ってのが起きてきて、情報に乗っかることによってこれができるんだよってことを、まあちょっとでもね、気づいていただいて、そちらの方向に、もしね、自分の人生を取り戻す方法を見出せる人がいるんだったら、私のね、こういただくっていうか受けるような妬みっていうのは、まあそれなりの対価があるなと思います。私がちょっとね妬みとかね誹謗中傷を受けることによって、それと引き換えにお金の問題から脱出できる人が一人でも二人でも生まれるんだったら、もう大いにお釣りが来るんでね、私はね叩かれっぱなしでもいいかなと思ってます。で逆にですよ、私が表現を恐れて何もしないことによって、もうこの世の中には希望がないんだっていうふうに思っちゃう人ばっかりが出るんだったら、そっちの方が私は悲しいんでね。で、まあ私が別にこんな動画撮んなくても他にもね、似たような動画上げてる人がいますんで、そちらの方を見ていただければいいかなっていうとも思いますけども、まあ私もね、この YouTube が好きなんでしょうね、きっとね。たまに攻撃されるようなことがあっても、90% 以上大半の方はね、応援してくれたりとかね、励ましてくれる人ばっかりなんですよね。それはやめられないですよ。よくね、一人でもファンがいるんだったらやるみたいなことがありますけども、一人どころじゃないんで、それはなかなか私からやめようって気にはなんないですね。その代わりね、そんな放送するなっていう方に、ちょっとね、また申し上げたいんですけども、私もね、そんな焦らなくても、いつかやめますんで、大丈夫です。そんな永遠にやるわけではないですから。まあ少なくともね、私が死んだらもう、私の放送っていうのは更新されませんから、そうしたらもう腹も立たないと思うんですよ。いつまでやるかぐらいは私に決めさせていただいてね。まあやる気がある以上はやっていくし、やる気がなくなったらやめるし、ただそれだけのことでございますんで、気に入らなければ他の動画見に行っていただければいいのかなと思います。私なんかよりもね、素敵な動画ってたくさんありますしね、私自身も他の方の動画をすごく見て参考にしてますんで、まだね、YouTube 10年以上やってますけども、まだ最初の一歩ですよ、私もね。こんなことで何かことを成したなんてこと全然思ってないですし、ただやっぱりね、多くの方ができなかったことをしたってことは、これは嘘偽りなく語らせてもらってもいいのかなと思います。それが自慢と取られるのか、人に希望を与えている事実なのか、そういうふうに捉えるのかっていうのは、もう受け取った人それぞれなんでね、100人が100人味方になってくれると思いませんし、100人が100人敵になるっていうこともないと思いますんでね、これはもう皆さんのね、良識と良心の範囲で、誰を敵に選ぶのか、誰を味方に選ぶのかだけだと思いますんでね。まあ私なんかがこんなこと言うとね、僭越ですけども、今日もね、48歳、久保哲郎が放送の方をお届けしました。これからもね、ムカッとくるようなこととか言っちゃうかもしれません。そしたら、遠慮なく私の動画から退場してください。なるべくですね、皆さんのお役に立てるようにとは思ってるんですけどもね、私も、三流の人間ですんでね。まあその辺はね、三流じゃないと五流だって言われそうですけどもね。まあ流がつくだけまだマシですよね。三流でも五流でも結構ですけども。でもまあ私はね、毎日幸せに暮らしております。だから幸せ度で言ったら私はね、もう一流だと思いますよ。で、人を妬む気持ちもないですしね。人が何か自慢したらそれはね、すごくね、嬉しいと感じる心があるのもちょっと救いですね。あらゆる自慢とか武勇伝が始まったら、もう聞きたくてしょうがないんですよ。俺も昔やんちゃしててさーって始まったら、もうその後どういうやんちゃだったのかすごく楽しみですよね。
少年ジャンプ見てるような感覚と言ってもいいです。少年ジャンプに書いてあることがファンタジーだからって言って、原作者に怒り出す人いないと思うんですよ。この世の中っていうのはね、何を信じるか、何を信じないかっていうのは、本当に私たちの心一つですから、うん。それ嘘だろうと思ったら、別に信じなければいいだけですからね。うん。で、その嘘を論破するっていう楽しみもあると思いますけども、不毛だと思いますよ。やっぱり。うん、論破なんてね、橋本徹に任しときゃいいということでございます。あの人のね、論戦楽しいですからね。ということですかね。今日はそんなところでございます。動画をご覧いただきましてありがとうございました。またこれからもね、しつこく更新しますからね。しつこくしつこく。よろしくお願いします。